こんにちは、高井根です。今日はね、このイロハスのねスパークリング天然水というのが売ってたんでね、これを飲みながらちょっと筋トレしていきたいと思います。でね、僕この炭酸水ってねほとんど飲んだことなくって、まあいつもね、夏飲んでるのはスパークリングワインでね、ワインの方はあるんですけど、その水の炭酸水というのがね、どんなもんなのかちょっと飲んでみたいと思います。結構開けた瞬間いい匂いしますね。これめっちゃうまいですね。なんかジュースのようなねうまさなんですけど、いやこれうまいこのうまいのが健康なのかどうかわかんないですけど、で今日はねこれ飲みながらちょっと、がっつりねダンベルのトレーニングやっていきます。